なでしこジャパンの、メンバー発表を、これから行います、では佐々木監督お願いいたします。それでは、9名を発表させていただきます、ゴールキーパー、福本、山根、山下、3名になります。ディフェンダー、金田、上尾野で、岩清水、鮫島、有吉、田中、熊谷さん、さっきだけ名前が見てみるか、新山、川澄、坂口、川村、中島、フォワード、大野、大喜味、高瀬、岩渕、横山、以上20名を提出いたします。今年に入って、沖縄と2回のキャンプで、今回の直前キャンプにおいて、高選手兼キャンプに来てもらったんですが、特に直前キャンプの中で、若手の選手たち、今回、菅沢は、調子も良かったんですけども、離脱、ご紹介で離脱になりましたけど、十分故障なければエントリーに入るだけの力はあったかと思いますけど、また海外組の中でもですね、ちょっとコンディション等、故障等もあって、直前キャンプに呼ばれなかったということもあります。本当にその中でも若手今回、4名外れましたけど、非常に直前キャンプに盛り込んで、存在的な要素をしっかりと出してくれた中で、非常にこの20名を決めるのにですね、非常に試行錯誤したんですが、やはり日本で、やはりプレッシャーのかなりかかる予選に伴ってですね、やはり経験値というものをやはり生かしてもらった。とにかくこの2枠というのは、我々にとっても簡単なものではないということを選手スタッフも熟した中でもですね、準備をしなければいけないという判断なんですね。僕自身もこのメンバー20名に期待を込めて現状を進める。なお背番号10についてのですね、ことについてはですね、大喜味選手に、まず本人にも確認した中で、打診した中で、本人も10番をつけて、今後、プロサッカーの未来のために出していきたいということをですね、強い言葉で言ってくれたので、大喜味選手に10番を、この大会ではですね、まずはつけて、しっかりとした、この10番で外すことない、彼女らしい、背番号10の選手として、共に期待をしていくと思います。とにかく1日おき含めて連戦の中でですね、この20名全員がですね、一丸となって戦わなければ、この厳しい2枠を勝ち取ることはすごく簡単にはできないと思ってますし、自分たちのしっかり足元を見ながらですね、あと直前キャンプの中でいい準備をして、いい分析をして、スタートしていきたいと思います。特に第一戦のオーストラリアについてはですね、やはり、勢いをつけるにあたっても重要な一戦になることはもう間違いないですので、その辺をまず一番のポイントとしてですね、いいスタートを切りたいと思います。以上です。ありがとうございます。では、質疑応答に入らせていただきます。マイクを、お持ちしますので、ご質問ある方、挙手にてお願いします。では、3列目、4列目の男性の方、お願いします。マイク失礼しました。監督、よろしくお願いします。こちらです。リベータイクの宮本さんです。よろしくお願いします。今回背番号10に関してなんですけれども、はい、この10番を誰につけてもらうか、これを決めた監督が決めた経緯
というのと、あと10番大君選手に、つけてもらうことにした理由というのを教えてください。他の選手についてもですね、10をつけるだけの資質の選手はいたとは思うんですけど、まあ、彼女がこれだけ17番をですね、北京オリンピック以降好きで、まあ、17番がいいということでやってたんですけど、まあいずれにしても投資番号だったりそういったこともこれ今後ある中でですね、主要の選手は一桁の11番以内の番号をつけてますし、まあ、そこからイメージを持った中でも、まあ、このオリンピック近々の来年のワールドカップせめてしっかりとね次の東京オリンピックに向けてやはり10番を背負える本人も意識が高い、まあ、こういった選手がいいであろうという中で、今回私自身がですね、まあ、決めていいのかどうか分かりませんけど、まあ、今僕がこういうふうに立場としている中では決める権利があるのであれば、まあ、僕自身のイメージと今後の東京オリンピックまで向けて意欲の高い選手であり、かつ、彼女は2桁番号だったということも相まってですね、彼女に打診をして本人も心よく意識を高く持って、そういう東京までというイメージもしっかりと持った中で返事をしてくれたので、それで、決めさせていただきました。ちょうど通信でしていただきます。エントリー見ると攻撃的な選手を多く残したような感じなんですが、まあ、その辺の意図を教えていただければと思います。まあ、バランス的には均等にイメージは持っているんですけれども、まあ、いずれにしても、やはり、点を取らなければいけないという、それとカナダにおいても点を取るというところの中でのやはり1点差での勝利というのが多かったということもありますし、まあ、いずれにしてももう少し得点力のあるチームにしていかなきゃいけないというところのポイントはありますけど、まあ、攻撃力のみならずイメージ的にはバランスも保ったところだとは思っています。まあ、とにかくそういう意味でも何といっても、日本でたくさんの応援していただける、そして日本で開催する多くの皆さんが応援してくれるというのがいいプレッシャーに変えて、しっかりと自分の力を出し切れるというような選手たちというのも大事かなと思いまして、まあ、こういったメンバーになります。読売新聞の西村です。昨日まで結構若手がアピールしていたというお話もあって、若手を使って試してみたいという思いもあったと思うんですけども、そこら辺についての思いと、あと、まあ、その中で横山さんとか中島さんとか入った若手にはどういうふうなプレーを望んでいるか、そこら辺を教えてもらいました。そういう意味ではですね、横山選手も中島選手もですね、昨シーズンのやはり日本のリーグで、まあ、活躍をし、その勢いがですね、年を明けてもですね、キャンプで非常に力を出してくれた2人だったと思いますけど、まあ、それに劣らずですね、本当に若手の選手たちが、まあ、年明け後であっても非常に自分の力を出し切ってて、逆に言うと経験のある選手がですね、1回目のキャンプで決めたとしたらかなり、落ちたんじゃないかと。まあ、そんな中で1回2回そして直前の中でだんだん経験のある選手が非常に動きも自分のプレーもだんだん尻上がりに良くなってきたという、まあ、この辺が一番のポイントだったと思いますね。まあ、そういう意味ではこの若手というものに非常に、可能性を今回の3回のキャンプにおいて感じましたし、まあ、その後のオリンピックを出場権を勝ち得た中での18名は非常に激戦になるんじゃないかと、プラスあと今回故障等も、ね、あった中で海外からキャンプに来れなかった選手も含めて、ね、非常にそういったところがあると思います。そういう意味では、今度のリオについては若手がですね、またさらにチャレンジできる
状況にはなると思いますけど、しかしそれは日本の女子のサッカーの未来のためにも、まあ、次のリオ、経由、東京ということにも結びつけないといけないので、まあ、その辺をしっかりとね、ベテランが確実にやっぱり勝ち取って、そして自分たちもやはりリオ、そういったものも含めてね、チャレンジしてもらわなければというところに結びつけています。NHK の西と申します。お疲れ様です。今の質問でちょっとあれですけど、中島さんとあと横山さん、大きな大会にはオリンピックやワールドカップに参加されたことがありませんけど、このお二人に期待するところっていうのはプレーとしてどんなところを期待されますかというのと、あと今回岩渕選手の状態をすごく気になさっていて最後まで見極められましたけれども、この岩渕選手の状態をどのように今お感じになられていますか。そうですね、中島選手については非常にミドルシュート、点を取る感覚も、そしてクロスの精度、右足左足両方質が高いので、まあ、その辺に対して非常に攻撃的なポイント、それと彼女は非常にサイドハーフなんかもやってもですね、守備の時のポジション取りがいいんですね、まあ、この辺の部分も含めて、それとピッチに長い時間、活躍をできうる選手だと思います。横山選手はやはりボール持った時に意外に小柄ではあるんですけども、簡単にはボールを相手から奪われない、逆に言うとポイントとなるためができたり、そして何といってもシュートの感覚がいい、まあ、この辺をやはり彼女もですね、途中から出てもスタートから でもですね、使えるような状況に何とか、もう 2,3 日の中で、やってくれればなと思います。まあ、岩渕選手については怪我、カナダについてはリハビリ後に途中出場できるだけのコンディションに戻った中でもですね、その後オペをしたり、現実的に現チームの中で復帰したのが4月の中旬で、まだ1ヶ月足らずの、まあ、現役復帰なんですけど、まあ、どちらかというと彼女のまだコンディションは、まあ、ベストではない。ただ彼女の持ち前のですね、やはり仕掛けだとかシュート力、チャンスにやはりこうスクリュー、そういったワンポイントにはなるかもしれませんけど、まあ、その中での切れ味をもう少しコンディションをしっかりと何日間でもう少し上げて、まあ、チャンスメーカーとして、しっかりと彼女もプレーの活躍を期待しているということですね。まだコンディション的にはこれからもう少し作り上げていくと思います。まあ、今日もしっかりと別メニューをその今回負けられないというか危機感みたいなのが監督にあるのありますか。前回もワールドカップ優勝して、それはもちろん中国でやってはもう言いますけども、やはりワールドカップ優勝して五輪に出られないと言ったら丸毛男になってしまうので、まあ、相当のプレッシャーもその時と同様にありましたし、まあ、今回は何といっても、日本で開催するにあたって、まあ、メディアの皆さんにもそうですけれども、日本の皆さんもですね、本当にここオリンピックの予選では、こういった団体では、最後の方になってきましたけれども、まあ、そういう意味でも注目を日本で開催するということでありますし、将来のやはり女子サッカーの未来に、培う大きな、予選の、ゲームの試合になると思いますから、まあ、そういう意味では五輪に出場する、かつ、またさらになでしこジャパンのね、やはり力をみんなに見てもらって、女子サッカーの未来につながる、まあ、そういったものは選手もスタッフもみんな一同に今後の女子サッカーについての未来についても深く思っていますので、まあ、そういうプレッシャーというか五輪のプレッシャーもありますけども、やっぱり女子サッカーの未来というプレッシャー、まあ、そして何といっても、しっかりと入学勝ち取って、以前に成し遂げられなかった、光っているメダルに向かってですね、非常に頑張っていきたいなというところが
ました。これをいいあのプレッシャーに、ね、変えて、みんなでこうやって戦っていきたいなと思います。新聞の記者です。よろしくお願いします。中1日の連戦もある中でフィールドプレーヤー、プレーヤーが17人と限られる中で複数のポジションなどをこなせる選手などをこのメンバー選考以降において重視されたりされたのかというのが一つと、あとこの中厳しい連戦があるということを踏まえて今回のメンバー選考で考慮されたりされた点などはあるかでしょうか。そうですね、この3回のキャンプの中でも複数のポジションをやはり選手にトライしてもらったり、もともと各チームにおいてですね、さまざまなポジションをこなしているという選手もしっかりその中のメンバーにはありますし、まあ、本当に、ターンオーバーできるだけのですね、資質を持った選手をやはり20名のキーパーにですね、含めてイメージを持ちながら、その辺はありますね。はい、頑張ります。よろしくお願いします。